ジェット風船を飛ばす阪神ファン阪神タイガースのファンは、日本のプロ野球の球団、阪神タイガースを支持、応援するファンのことである。略して、阪神ファンとも、タイガースファンとも言う。以下では、基本的に、阪神ファンで統一する。阪神ファンは、応援の対象である阪神タイガースが、兵庫県西宮市にある、阪神甲子園球場を本拠地にしていることもあり。 近畿地方を中心に全国に存在している。近畿地方には大阪府を保護地域とするオリックスバファローズがあるが、それを圧倒的に上回る人気を得ている。その総数は多く、日本の野球中に球団の中でも、読売ジャイアンツのファンである巨人ファンと1、2を争う。実際、球場への動員は2005年以降日本一であり、毎年300万人前後をコンスタントに、 動員している。阪神ファンの特徴として熱狂的な応援がある。2004年と2005年に、関西大学と関西国際大学により、全国のプロ野球ファンにアンケート調査が実施された。いずれの調査報告でも、阪神を最も好む球団に選ぶ、プロ野球ファンが最大で3割と一番多く、巨人がそれに続く結果となった。さらに2005年、 阪神が優勝した直後に大阪府立大学教授の宮本勝博らがネット調査会社のデータなどを元に行った調査によれば日本全土で2053万人の阪神ファンが存在し巨人ファンを抜いて両リーグ最多であると推計しているさらに2005年以降毎年実施されているスポーツマーケティング基礎調査によると阪神ファンと巨人ファンの総数が プロ野球ファンの人数において、毎年1、2位を争っており、共に1000万人前後だと推計されている。阪神ファンの存在する地域としては、阪神甲子園球場のある兵庫県や近隣の大阪府を中心とした関西2府4県に多く、圧倒的な割合である。ただ、関西以外の地域でも日本全土に幅広く存在し、全国区と言える。 阪神ファンは阪神タイガースに対し強い一体感を持っている。前述のアンケート調査からも阪神ファンは球団に対する愛着やファン同士の連帯感が強いことが示される。巨人の元エースで阪神のコーチも務めた西本清は巨人ファンにとって巨人は趣味の一つ。阪神ファンにとって阪神は生活の一部と評し、経済評論家の国貞孝一は 阪神ファンにとって、球場での応援は、感染ではなく、参戦である、と分析している。さらに阪神ファンは、熱狂的で、感情的で、陽気で、お祭り好きというイメージが、自他ともにある。野球に、そこまで関心がないか、あるいは球団やファン集団への愛着が、もともと薄い比較的ミーハーと言える、プロ野球ファンは、巨人を支持する人が、 最も多いが熱狂的なファン層では阪神を支持するファンが最も多いことが判明している。テレビ観戦では他の球団のファンでは血圧低下が見られたのに阪神ファンではテレビ観戦でも血圧が上昇するという報告があり医学的にも上記のような阪神ファンの性質が伺える。またこの報告では感染後には心拍数が低下し 唾液中のストレス物質の低下する傾向が半身ファンにはあり、感染によって心理的ストレスの軽減が図られている様子も伺える。この半身ファンの情熱はリハビリなどの治療に効果的に使われることもある。例えば、長期療養や半身麻痺の半身ファンが試合観戦や、口述する道頓堀ダイブを目標にリハビリに取り組み、高い意欲を引き出すといった事例がある。 なお、関西地区以外にも、阪神ファンは多数存在するが、インフォシークによると、東京の阪神ファンと大阪の阪神ファンには、違いがあるという。東京の阪神ファンは、アンチ巨人だからや、やんちゃなチームという理由で応援する人が多いのに、対し、大阪の阪神ファンには、そのような理由で、ファンになる人はあまりおらず、大阪人にとっては、野球イコール阪神タイガースであるとのこと。 阪神ファンの甲子園球場での応援は、他球団の応援よりも熱狂的である。例えば、上原浩二は2006年に行われた WBC の際、韓国側の熱狂的な応援について質問されると、甲子園の応援の方が揺れてすごいと答え、また翌2007年北京オリンピックアジア、最終予選後チャイニーズ台北戦での完全アウェイの応援について聞かれても、 甲子園の阪神巨人戦が世界一と語っている。ファンの応援スタイルは攻撃時にヒッティングマーチを歌いながらメガホンを叩くというオーソドックスなものが浸透している。2010年現在、阪神タイガース応援団と阪神タイガース施設応援団が阪神の成り物応援を行う二大応援団連合である。2003年からは球団公式ファイクラブも設立されている。 以前は、阪神タイガース応援団と、阪神タイガース施設応援団の前身の、阪神タイガース施設応援団の他に、中虎連合会という団体とレフトスタンドの、応援団の上虎連合会で全体の応援を、統率していたが、2004年に、中虎連合会の幹部が、ヒッティングマーチに関する、著作権法違反容疑で、逮捕されたり、2005年には、 マモルトラ連合会の会長が暴行容疑で逮捕などで現在に至った。前述したように、阪神ファンによる応援は熱狂的であるが、それが講じると、対戦相手のファンや選手に対する暴行、威嚇行為といった行為に及ぶ者も,もいる。以下のように、対戦相手への誹謗、中傷、プレーの妨害や、グラウンド内への乱入などが、新聞報道にもある。後にこういった、 問題行為に対し、甲子園への間、瓶類持ち込み禁止チェックや立ち見応援の規制呼びかけや、ジェット風船の打ち上げを認めていない球場での禁止徹底といったマナーの向上に、球団側や応援団も務めている。道頓堀の飛び込み禁止看板2005年の阪神優勝時に設置された飛び込み防止のためのフェンス上術のように、21年ぶりのリーグ優勝が、 決まった1985年10月16日に多数の熱狂的な阪神ファンが優勝を祝って夜中にもかかわらずエビス橋の橋梁から飛び込んでいるこの事件以降も阪神が優勝争いや優勝するたびに同じようにエビス橋から飛び込む行為が発生しているなお余談であるが道頓堀ダイブを最初に決行したのは巨人ファンで当時高校生であった桂福若である 1992年、阪神はヤクルト、巨人と優勝争いを演じ、10月10日のヤクルトとの直接対決に敗れ、結果的に2位タイでシーズンを終了した。敗戦後、道頓堀では飛び込む若者が続出した。阪神が主を独走していた2003年7月には、当時の大阪府知事、大田夫妻が、 マジックを順調に減らしている阪神と今回の清掃が無関係とは言わないが、大阪への注目度を上げるため綺麗にしたいと話し、飛び込み省令ではないと釘を刺した上で、ボートの上から網で水面のゴミをすくうなど、大阪市と合同の河川愛護キャンペーンの一環として、道頓堀川を清掃。その発言や清掃の様子が、翌日の一般紙やスポーツ紙に掲載された。同時期、 当時の星野千一監督も水質汚染などを理由にファンに道頓堀川への飛び込みは止めるよう呼びかけていた。この当時、道頓堀川は川の側面に歩道を設ける工事を実施しており、また川自体も大腸菌やヘドロなど環境上の汚染が深刻であるため、橋梁からの飛び込み行為は絶対止めるようにという注意書きの看板が掲げられていた。また、 リーグ優勝決定時には警察官を出動させるなど行政や民間でも対策を行った。それでも阪神がリーグ優勝を決めた9月15日から16日にかけて延べ5300人を超えるファンが道頓堀川に飛び込んだ。17日には泥酔した人物が欄干場から落下、歴史帯で発見されるという事件が起きた。また、 パリのセーヌ川のアルマ橋から川に飛び込んだり、ロンドンのトランファルガー広場で噴水に飛び込んだ現地在住のファンもいた。2005年の2年ぶりの阪神のリーグ優勝時には、大阪市と大阪府警察本部がエビス橋に高さ3メートルの透明強化プラスチック製のフェンスを設け、また2年ぶりのリーグ優勝が確定しそうな日には、トンボリリバーウォークへの出入りを禁止にするなどの対策を取った結果、 飛び込みを少数にとどめることができた。2014年10月18日に、阪神がシーズン2位からクライマックスシリーズを制して、日本シリーズ出場権を得た際には、延べ59人が飛び込んだ。10月30日に日本シリーズ敗退後に、阪神夢をありがとうとの垂れ幕をぶら下げ4人が飛び込んだが、いずれも、阪神ファンではなかった。ありがとうございます。